相手が動く元気気配がないんだよね。お、鍋島に当たるけどもうちょっと前行けろ。どれぐらい減るかな。お、結構削ってますね。こんだけ近づいても何もしてこない。何もしてこないんですね。清さんに一発ぶち込んでおきましょう。わしは徳川方につく。寝返りが来ましたね。徳川にある。あっさりと裏切るか。方針がない証拠だ。うん、そのまま待機でいいっすよ。お、天軍来た。おいでなすった。おお、減る減る。帰れ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 。了解した。もう全軍命令でいいっすよね。ほほほ、明石さん。かかれ。あの一番左後ろの人が遅れ、相変わらず遅れてるのって面白いですよね。バサノリ、貴公、息災であったか。おうよ。されど懐かしいの。静ヶ岳でお主と一緒に戦った頃が。あの頃は、よかったな。
わしはお主とは戦えぬ。わしもじゃ、貴公とは戦えぬ。承知。ひどいな。おいいねいいねいいね。お、長政が敵将若父女帥になればって。苦いか。さすがにわしでもせがれと戦うわけにはいかん。大三大三。俺は参り申した父上の隊ではないか。人魚の身なれどいつまでたっても天下取りの夢は消えぬようだな。皆の者も父上の隊には親類縁者がおるであろう。ゆえにここは戦わずに離れるぞ。騎馬隊。そのまま山の上登っちゃい。一気に場所を変えちゃおう。高虎か。鉄砲隊。わあ、これも減るんだよね。これ火力すごいあるやつなんだよ。鉄砲隊。構え。また食らったのが兵の少ない隊だからまだまだ良かったって感じですよね。何使える。あ、絶対リードってあるじゃん。これはいいですね。池田輝政ピンチだな。ちょっと逃げる方法を考えてやんないとまずい。この忠勝が田んぼ切り、明治の土産に徳と味わい。離脱離脱すぐ離脱。かしこまった。あ、ここでやってんの？お、いいですね。この忠勝がトンボ切り。まさにこれ東西の。豪傑同士の戦いじゃないですかね。東に本田忠勝あり、西に立花左近ありって。いいじゃないですか。おお、これはまずいな。騎馬隊。命が惜しくも届け。この清正に叶うと思うてか。
まずいな。いいがまずいな。どうしようかな。裏書かれちゃった。一旦離脱せ。しかと受け止まりました。削れるところは削っておこうか。ピンチ。あ、加藤義明、田中義政、これは離脱してくれて構わないんだよね。ちょっと耐えてくれ。福島を鍋島に行け。腕が鳴るわ。ここはどうでもいいや。本当できるの？いや、ぜひともお願いしたいとこなんですが、やる気を起こしてる人の。これ鉄砲三段使えないので、多分鉄砲隊で揃えてないからだとか、そんな理由だった気がするんですよね。その身に。おいおいお。戦ってまずいな。やりたい。戦って。離脱系はないのか。しかと受けたまわります。鉄砲隊、黙って。